桑原翔平さん、この度はご昇天なさったということでお悔やみ申し上げます。私はずっと翔平さんの背中を見て育ってまいりました。 ABC の先輩たちにもお前が進むべき道は桑原翔平だと言われて、翔平さんの真似をしようと思ってもですね、偉大すぎてできませんでした。あのエネルギッシュな間のない喋り、そして素晴らしい経験、それから多くの知識、これはやっぱりさすが桑原翔平です。私は追いつけませんでした。そこで私は出世の道を選びました。ここは掴んといてください。そう、掴まんといてください。なし。私は翔平さんと思い出が一つありまして、たった一つ。そうです。あれは、カレー対決に勝ちました。あの当時無敵を誇っていた桑原翔平に勝ったんです。これが最高の思い出です。ね。桑原翔平さん、もし、生まれ変わりましたらば、私のように、共済家になってください。どれだけ大変か、でも意外と楽しいです。